日常高倉2022年1月7日でございます。いつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。今手袋の動画の収録を終えました。またメインチャンネルの方でトレイルアクショングローブについては熱く語っておりますので、ぜひご覧ください。昨日ですね、病院に行ってきたんですよ。このほくろの切除に関するお話を聞きに行きたいと思って千里中央の方の病院に行きまして、いろいろとこう話を聞きました。で、自分ちょっと勘違いしてまして、ほくろってパッと言ったらこうレーザーみたいなものでサクッと切れるというか切除してもらえるものだと思ってたんですよ。そしたら意外と大事になってしまいまして、はい、皮膚皮下腫瘍摘出術インフォームドコンセントみたいな感じでいろいろと説明をいただきまして、なんと手術決定いたしました手術ですね。まあ、ここをこういう感じで切り取ってこれ出して病理検査病理診断っていうのをやって腫瘍が良性か悪性かというか悪いものじゃないかどうかっていうのをしっかりと確認した方がいいだろうという診断になりまして、なんと2月の下旬ですね。いやー大変ちょっとびっくりしましたけども、うん、そんな感じで手術が決定いたしました。でちなみにもう一つここにほくろあって結構大きいんですっていう話をしたら、こっちも取った方がいいってことで右こめかみとここの、うん、部分をやった方がいいということになりました。いろいろお話を聞いていただけまして、例えば自分がそのアウトドアフィールド、この太陽光にさらされる環境でよく活動しているっていうことですとか、昔海外にしばらく行ってずっとアウトドアしてて、南半球ニュージーランドの南端の方なんかは南極にかなり近いので日本よりも紫外線が約7倍ほど高いと言われてるんですよね。でニュージーランドの人たちでメラノーマという皮膚がんですね、その紫外線に起因するメラノーマという皮膚がんを発症する方も多いっていうのを聞いて調べて見聞きして知ってまして、でそんな話をしましたら、もしかしたらこうほくろ増えた感じありますみたいな聞かれたんですよ。で、あ、ほくろ増えた感じありますみたいな、しっかりめに検査しといた方がいいかもしれないですね、この機会にということで手術になりました。うん、まあ、今年6月に人間ドック行ったりですとか、健康っていうことを常にテーマに活動しておりますので、まあ、しっかりやっていこうかなと思います。まあ、これによっていろいろこう日程がね、事前検査とか、昨日は血液検査やったんですけど、事前検査と手術の日、抜歯とかこういろいろこう日程が食われるは食われるんですけれども、まあ長い間コンプレックスになっていたっていうところもあって、もうそれが解消できるならいいのかなと思っております。うん、そんな感じですね。ほくろ手術に関しては、ほくろの切除手術に関してはまた続報させていただきたいと思います。次に今ミンネの方でオーダーいただきました方々への発送準備というのを進めております。例えばこういうふうに封筒にあの ROF ですね、こういう感じでこう感謝の祈り、気持ちを込めて一押しみたいな感謝の反抗紙をしてたりするんですけれども、まあ、これであとは高倉屋新聞1月号を梱包して皆様のオーダーに従ったものを入れてお届けさせていただくという準備を進めております。オーダーいただきました皆様ありがとうございます。心を込めてお届けさせていただきたいと思います。いろいろと準備しておりましたら備品がなくなってくるんですよね。例えばこういったテープとか、テープとかこういうステッカーとかワッペンを入れるときに必要だなみたいな、こういうジッパーの袋とか、こういったものがないとなくなると、すごくこう作業の連続生産性というか、こう集中力保ってやってたのに、あ、備品が足りないみたいな感じでなくなっちゃってコーナーに買いに行ったりするんですけど、まあね、
この備品っていうのはすごい大切だなという気づきを得ております。昔自分がその店舗ですとかアウトドアメーカーのその本社で働いていた時はあんまりその備品に関して気づいてなかったんですよね。これって常に気づいて発注してくれてる人たちがいたんだなっていう気づき、もう本当ありがたい話だなと思って、そんなことも知らずに、そんなこともあんまりこう感じられずに仕事してた自分がちょっと恥ずかしいぐらいの感じで、まあなんかそのさりげない、なんて言うんでしょうか、そのさりげない組織の運営の中でもさりげないけれども重要な仕事っていうのは本当にたくさんあるんだなということを身にしみて感じております。例えば封筒なんかも今回買ってきたんですけど、こういうものがやっぱりないと作業が続いていかないっていうところですね。なんでもしですね、この先々 ROF が例えばもうちょっと大きくなってチーム戦でやっていくみたいなことになった時に、しっかりこの辺のことってすごい重要だなみたいな気づきも生かしつつ、なんて言うんでしょう、本当ありがたいなっていう、気づけてなかったなっていう自分の未熟さを感じる経験でした。大切ですね、備品。ということで、何かと一人でいろいろやってるのでバタバタしておるんですけれども、しっかりと発想させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日の日常高倉はこんな感じです。引き続きこの辺の作業をしてまいりたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。